はい、どうもこんにちは。けけんチャンネルです。はい。プチ情報ですけど、出しておきます。はい。iPod Touch のストレージですけど、皆さんね、買うときに 32GB、128GB、256GB ってあるんですけど、これ 32GB なんですけど、今現状のこの開封したなりのところで 11.8GB になってますね。ってことは、残り 20.2GB ね。まあ 20GB ほど使用できる。で、この 20GB はやっぱ確かに、まあ動画とか撮ってれば一瞬でなくなるし、まあ写真だったらまだ大丈夫ですけどね。まあ音楽ぐらいならいいんだけど、昨今の何ですか。ゲームの容量とかすごいね、一つのゲームアプリに1ギガとかあったりしますんでね。なので、ちょっとがっつり使うには32ギガは、ちょっと少ないと思いますけど、でもね、例えば、まあ、僕の子供がよくやってたのがですね、ゲーム入れるじゃないですか。で、使わなくなったゲームは消すんですよ。で、また他のやりたいゲームを入れて、で、消すんですよっていう、そういうようなやり方でね、要は、また消して、また使えるから、で、特にアップストアとかって有料のゲームとか1回購入すると、消してもね、次またすぐ入れれるからね、そういうような感じで、だからレベルアップするような、そういうゲームとかはデータとして残しておかなくちゃいけないんですけど。もしかしたらそういうのも、成長する記録は、クラウドで残るかもしれないしね。まあ、やり方あると思います。それと、あともう一個。この、現状下でね、データの中の内容を見てみますと、ガレージバンド 1.71GB、キーノート695メガ、iMovie 672メガ、ページズナンバーズがね、500メガぐらい、使ってますよね。だから、まあ、iMovie ぐらいはまあ残しといたとしてですよ。他の方の使い方ね。まあ、ガレージバンドも使うかどうかわかんないけど、もしここら辺全部消したら、4GB ぐらいは消えるんで、そうすると、残容量が 20GB から 24GB まで増えるから、まあ、24GB、まあ、まだ少ないよね。まあ、でもね、今の時代クラウドだしね、まあ、いろいろここのね、ライトニングケーブルからストレージを逃がすようなやつが、まあ、結構お安く売ってるんで、32GB が21,800円で、128GB がいくらだっけ ?3 万、どんだけだっけ 32GB が21,800円税別。で、128GB が32,800円税別ということで、まあ1万1000ぐらいの差あるんですけど、ここのライトニングケーブルから、よいしょ、ライトニングケーブルから、ストレージに逃がす、そういうものがありますんで、それ、多分、例えば、128GB で1万円したかな、どうかな、そういうようなものとかもありますんで、もっと安かったはず、そういうようなものもあるんで、僕はこれ 32GB でも OK じゃないかなというふうに思います。はい。これからですね、僕、これ使っていきますよ。何に使えるかね、僕、ツイキャスに使えますよね、これね。ツイキャスに使えるな。これいいね。なんか、お手軽デバイス すんごい軽いからね、相当軽い。超軽だわ、これ。なんか。いやー、iPhone 7と比べてもなんだこの薄さはって感じでね。ちょっとわかりづらいかもしんないけど、もう圧倒的に薄いですよ、これ。一緒のような気するでしょ。一緒のような気するでしょ。持ったらもう全くもって違う薄さですね。まあそんな感じで、使っていきたいと思いますね。カメラ性能とかもはっきり言うと、ちょっと、多分、これ、昔のね、iPhone の性能とあんま変わんないと思いますんで、正直あんまりね、カメラ性能には期待はしてませんけど、まあ、それでもまあ、普通に使えると思いますよ。iMovie も入ってるしね、これで YouTube 動画撮って、iMovie で編集してアップして、ね、そういうのもね、新 iPod Touch でどれぐらいの、
動画投稿できるのかっていうのもやってみたいなというふうに思います。はい、ということでイケゲンでした。ではまた。